良さの秋子死の恐怖悪性の感冒が近頃のように激しく流行して健康であった人が発病後5日や7日で亡くなるのを見ると平然ただいかに行くべきかという意識を先にして日を送っている私たちも仏教信者のように無情を感じて ににわかに死の恐怖を意識しないでおられません。物価の高騰によって私たち精神労働者はこの45年来食べ物について常に栄養の欠乏を苦にしかろうじて飢餓禅を守ることに努力しているのですが今はそれ以上に危険な死の脅威に迫られているのを実感します死は大いなる疑問です その前に一切は空になります。ふんふんたる人間の清水是非も死の前には全く価値を失います。人生の価値は私たちが死の手に引き渡されない以内の問題です。こう考えると私たちは死について全く知らず、全く一字も書けることのできないことを思わずにいられません。死は ぼ々たる天空の彼方のように私たちの思慮の及ばない他界の秘密ですあるいはまた善悪聖者悲痛、陥落の総体が正であるとするならそれらの差別を超越した絶対一如の世界が死であるとも言われるでしょうこの意味から死を絶対の安静と解することもできます また万法は流転して止まらず一物として変化しないものはないとともに一物として滅するものはないと考える時生も死も要するに一つのものが示す任用の変化に過ぎないことが直感されます。この意味から言えば絶対は相対の中にあり差別がすなわち平等であることを思わずにいられません。 生にして楽しくば死も楽しく、死にして悲しくば生も悲しく、いな、むしろ暗く引きの工作が絶対の存在そのものであるとも思われます。私の体験を言うと、この第三の自覚が私の現在の死の恐怖を非常に緩和しているのを発見します。 私は死を恐れているに違いありませんが、個体の私の滅亡が惜しいからではなく、私の死によって起こる子供の不幸を予想することのために、できる限り生きていたいという欲望の前で死を拒んでいるのです。絶対の世界において死は少しも恐るべき理由がありません。生の欲望と相対して、初めて死が恐ろしくなります。 死を恐れるのもいかに行くべきかを目的としているからです。生の欲望を放棄するならばそこには絶対の安静な世界が現れてくるでしょう。絶対の死は恐れるに足らない。ただ相対の死を恐れるのです。私は今この生命の不安な流行病の時節に何よりも 人事を尽くして天命を待とうとう思います人事を尽くすことが人生の目的でなければなりません。例えば、流行官房に対するあらゆる予防と抵抗等を尽くさないで、むざむざと病毒に感染して死の手に搾取されるようなことは、老純とも怠惰とも卑怯とも言いようのない遺憾なことだと思います。 予防と治療とに人為の可能性を用いないで、流行官房に暗殺的の死を強制されてはなりません。今は死が私たちを包囲しています。東京と横浜とだけでも日ごとに400人の死者を出しています。明日は私たちがその不幸な晩に当たるかもしれませんが、私たちはあくまでも生の旗を押し立てながら、 この不自然な死に対して、自己を守ることに聡明でありたいと思います。世間には予防注射をしないという人たちを多数に見受けますが。私は、その人たちの生命の粗略な待遇に戦慄します。自己の生命を軽んじるほど野蛮な生活はありません。私は家族とともに、幾回も予防注射を実行し、その他。 常にうがい薬を用いまた子供たちのある者には学校を休ませるなど私たちの境遇でできるだけの方法を試みていますこうした上で病気にかかって死ぬならば幾分それまでの運命と諦めることができるでしょう幸いに私の家ではまだ今日まで一人の患者も出していませんが明日にも私自身をはじめ誰がどうなるかも分かりません 死に対する人間の弱さが今さらのごとくに思われます人間の威張り得るのは生の世界においてだけのことです私は近年の三軸において死を恐れた時も今日の流行感冒についても自分一個のためというよりは子供たちの不要のために余計に生の欲望が深まっていることを実感して 人間ととととは、親となるといなとで、の愛が自己という個体の愛にとどまっている間は単純でかつ幾分か無責任を免れませんが子孫の愛より引いて全人類の愛に及ぶので愛が複雑になるとともに社会連帯の責任を生じてくるのだと思います。 官房の流行期が早く過ぎて、各人が昨今のような肉体の不安なしに思想し、労働し得ることを祈ります。1920年1月23日